すでに江戸川本日10レースの展示が始まろうとしておりますが、我々貴族部ね第3回収録後半戦となっております。前半戦ちょっとね惜しいレースはありまして、ありましたね、僕は2人で声出した初めてだったんじゃないですか、同じ狙いで。あ、そうだね、うん、2個かすったはいいけれど当たることはなかったで、俺は13万6千やられてんの。あのね、俺思ったんだけど、そのやられてるとか負けてるっていう表現やめた方がいいと思う。なるほどね、うん、やられてはないね。だって我々まだ旅の途中なわけでしょ。いや、正しい、それは旅の終わりは死ぬ時なわけじゃない。そうで、やられてるとか負けてるっていうネガティブな表現はやっぱりその勝負ごとにおいて良くないよ。なるほどね。猪木さんも言ってたじゃないですか、やる前から負けることを考えるバカいるか、バカがいるかよって。わかりました、報告しておきます。はい、現状マイナス域にあります。はい、それだけです。そうですよ、そう、改めて確認しておきたい。最後は勝つんでしょ。勝ちますよ、なぜなら、うん、死ぬから死んだ瞬間俺も勝ちだと思ってるから。死ねば勝ちなの。死んだ瞬間終わりだから、あ、死ぬまで楽しんでたら勝ち。ああ、なるほどね。もういいよ、うん、何言っても今もうお金減ってんだ後半まくるべく頑張っていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。さあ10レース、ここはね強い人が1号艇よ。2ですか。下出拓也選手の引戦となっております。そして2号艇には6コースからちゃんと仕事をした堀之内さん。何ちゃんと仕事をした堀之内さん、どこで仕事したの。いやいや、だから6コースから2着入ってる。ああ、なるほど。安くも正光も全然来ねえ。まだね、もうそれや、もうやめよ、もう大丈夫。ああ、それ終わったの。大丈夫。もうちょっと来ると思ったまだ行ってで、斎藤勇さん3号艇、はい、6コースから5着でした、1走、はいはい、で、4号艇岩永選手、はい、6コースから2着。ああ、2着入ってたのね。ちゃんと仕事してんだよ、うんうんうん、6コースから、うん、やる人はちゃんとやってんだよ、はい、5号艇内山選手、4コースから1着。おー、なんか随分好調な人が集まってますね。内山選手はね、あの地元東京で若手の中ではかなり有望視していい人かな、うん、江戸川では結構いい成績出しますよね。でスタートタイミングも割と早いので期待できると思う。ただまあ4号艇の岩永さんもねかなり江戸川上手なんで、うん、そこが面白いとこかな。岩永さんは4コースから入って1着2回、2着3回、3着1回 50% ですね。あ、やっぱね上手よね、うん、で6号艇の佐々木選手 A2 ですが、1走目になりますね、はい、佐々木選手のみが1走目、うん、これ内山さんもね 5コースから3着までなんですよね。3着は5回で他は4着外なんで。ああ、そうなんだ、さっき4コースから入って1着は取ったものの、はい、今回は10レース周りも上手い人なんですよね。おお、そんなとこまで見るようになった、そうするとちょっと5号艇も厳しいのかなと。だから 1,2,3 内側がごちゃついた時にチャンスが生まれるのが内山さんではあるんだけど、であるならそれ4号艇が許さないと思うんですよ、岩永さんが。なんかもう俺乗りたくなってきたもんねその流暢な予想。いや、だからさすがにさ、もう散々俺1日36レースやると思わなかった。逆に俺褒めてあげたかった、終わった時。ああ、なんかいろいろ見えたなと思って。いや、でも36レースもやり続けるっていうことは、はい、やっぱちょっと面白いなって思ったってことね。ただね、忙しいから本当もう絶え間ないよね。だから先買いとかもしたしあーはーはー、うん、終わったらもう3分後次のレースとかだったから、あ、うわ、おみたいな。すごいね。でちょっと序盤当たった時があったのよ。ですごい楽しくて、あ、まあ、最終で結局持ってかれたんだけどね。さあどうしますか。いや、もう僕は前半の分を取り戻すべく全力でいきますよ。これちょっといいちょっとデータがあるんだけど、1号艇下出さん
江戸川で1コースから入った時に、3年前まで遡ります。ほう、1着コース、あー、はいはいはい、でここ4走だけで見ると1コースから入って6着6着3着6着ひどい。なんで、どうしたっていうぐらいここ3年の成績は芳しくない。やべえ、聞くんじゃなかったかもしれない。めちゃくちゃ揺らぐこと言ってくるじゃん。いやでも本当そうなんだ。やだ。で2走前の宮島でも4着で敗れてるし、1コースちょっとここ最近コース苦手にしてる感じがする。ちょっと意外というか驚きだったな。後半戦一発目ですが、前半の憤りが激しく王を引きずっておりまして、ここをインから買うことはできないという結論に達しました。まあ新さんがね教えてくれたその下出選手の直近10走の成績っていうのを見たら、江戸川は本当に、2018年まで遡って、だから 4,5 年インで勝ってない感じなんです、江戸川で。あ、これは確かにあるかもなということで、4号艇岩永選手から行きました。41前45前こちら、本戦ということにさせていただきましての各3000円。そして、岩永選手が行ったらこれ非常に1走目もいい走りしてました内山君、51前54前これを2000円、これでいきたいと思います。まあ満州2万州3万州ぐらいまであったかな、2000円と3000円で散らしてますんで、そこそこいい額取れるはずです。一発で大逆転もありえる船券とはなっております。はい、貴族船後半戦、いろいろデータを見たところ、堀之内清子さん2号艇の選手の条件が揃いすぎているということで、2頭バッチリ決まりました。なので今回買い目決めるのはだいぶ楽ちんでございましたね。はい、で、言うて、2の内側1号艇下出さんですか、下出さんは確かに1着率1コースからの1着率は低いものの、言うてイン残るんですよ、2着3着に。なので2なんとか1 21なんとかっていう買い方をしました。で6号艇はさすがにフライング2回というところで6号艇は切りました。なのでまず214本線ですね、20倍ついてます。こちらに5万円ね、これで下がってなければ帯いくと思います。で、241やっぱね4号艇の選手に人気が集まってるんですね、足がいいっていうのと、あとこの江戸川の相性がいいっていうので集まってるので、241っていう買い方、これも2万円これも50倍ついてましたんで、帯ですか行くように買ってます。でそれ以外の組み合わせは全て1万円ですね、215、213、231、251は全部1万円ですと。でまあこれ来たらまあとりあえず元は取れるよねっていう、全部で11万円いきました。はい、これは前半戦でやっぱりね、セカン2速でだいぶエンジン温めてきた成果がここに来て出てるんじゃないかなって、後半戦はブンブン振ってきますんでよろしくお願いします。さあ、はい、10レースどこ買いましたか。これ今回自信があります。214大本線、はあはあ、今締め切ったところで 22.6倍、5万円持ってます。おお、でも214は本当ありそうね。僕はちょっともう穴狙って、3号艇の勇さんがへこんでくれれば4号艇岩永さんが行くっていうところでの、41前45前51前54前っていうのを2000円ずつ3000円ずつみたいな感じでいきました。予選特賞の2つ目第10レースです。新入員から1番2番3番4番5番6番です。2遅れてんな、勇さんホールだろう。2秒前です。スタートしました。1345コースとコースターと1マーケットがかかっていきます。
1番下手の陰線です。いや絞んないか。差し込んでいきまして3番の斉藤がまくってきます。あー頑張って終わるぞ。バックに入って1番の下手が陰から振り切りまして先頭です。逃げた。2番手まくった3番斉藤の内側から差し込んできました。4番の岩永、この後ろに5番の内山、2番の堀の内、1、4になりそう。スタートは前提正常でした。一周に巻く2番手ですが4番の岩永が先に回ってきます。3番の斉藤が差し返して波に揺られた。ホームへと戻ってきまして波に揺られた。2番手一歩前は3番の斉藤です。1、3内山と外側から4番岩永並走で、これ1、3でも帯狙えたんじゃない。2周回目です。2周回目で1番5万入れるなら1番の下で2番手ですが最内から5番の内山先前打つところ、これを3番の斉藤が、あ内山君いいターンした。またダメだダメだ。キヨコ2番手が逆転で今度は4番の岩永上昇です。ひよこ見てらんねえよ。もう何もすぐに上がってたんじゃねえかよ。さらには6番続きで2周にマークです。145でも11倍か。2番手4番岩永3番手ですが5番の内山が先制します。安いな今日は。安いな5番の内山がここで3番手です。現在の体勢は1番、4番、5番の体勢です。初日なのにもう全然出してねえよ。最終周回1枠に入ります。いやついさっき80何番あったか。内側から先に回ってきましたが5番の内山が差しハンドルを入れてきまして分かんなくなってきたよ。いや下打ちしちゃうよな。やっぱ女の子なんだな清子。どうなの、こうさ何がバーンと当たってきたら女の子はバーンっていかれちゃう感じ。体重がやっぱ5キロぐらい軽いから。そこ そこか。スタート良くなかったな清子。あれじゃダメだ、あれじゃ勝てねえよ。分かったよ、普通でいいんだな。普通で1枚落ちんだよ。そういうことならもう普通でいくぞ。これだけど11列ついに来ますよ。エースモーターが浜崎選手、あこれだからまたクソ安いよこれ。そうなるね。ああ、うん、信頼度どうですかこの1号艇浜崎さん。かなり高いと思います。他の選手で良かった選手が6号艇の庄司選手だけなんで、庄司選手はあの1走目2コースから1着取ってんですよ。で今日の6の仕事できない感じ、後半仕事できない感じになってきたじゃん、あれだけ上手い選手がやれてないというのを考えると、もう本当にうちで決まるから、ここで俺が折下と完全合体なんじゃないか。折下さん完全合体とはいつも噛み合ってない人と、ああなるほど、船犬が合致する惑星直列みたいなやつ、たまに2人でこうずっと回ってるから、すいませんちょっと見てもらっていいですか。2人でずっと見てるから、これがたまにこうガーンつって年に1回ぐらいこうガーンつってくるやつがここじゃないかって。もう飽きてきてますよね。いやもうもう、いや意外とドラゴンボール的な発想するんだなと思ってあると思うんだよな俺は、浜崎選手がこの2節連続優勝したモーターが何か雲行きが怪しくなってきてるのではという。あもう2号艇1着予想ってこと。そうガチつってこれ 2-1 で勝ったら 1-2 とかなんだよな。いや 1-2 だろ普通に。 1-2 だろ、俺と折下さんのもうすれ違いっぷりってそれなのよ。ちょっとこの前あなたの配信見たんだけど、あの 95% 理論的なこと言ってたじゃない。ああ大村かなそうそう。であれ浜崎さんの1は 95% 理論当てはまる。江戸川でね 95% ないよ絶対に。ないんだ江戸川で 95% ってない。俺の中ではいやでもこれ条件浜崎さんめっちゃ揃ってるじゃん。分かる分かる、分かるんだけど、やっぱ江戸川は流れててポチャポチャしてるから、スタートもその分あの、大村みたいに、ピシャンって決まんない、と思うんだよね。こういう波がちょっと来るだけでバインってなるわけだし、その考えからの折下さんとの惑星直列っていうことなのね。そうなんだよね。あ、まあ、どういう風になるか知りたい。意味が分かった。知りたい。
知りたい知りたい。こういう、俺の改名、オリシャさん、ずっとこうなん、すれ違ってんだけど、何年かに一回ガシャーンって来るんだよ。こうね。もう2位変えたいんでしょ。オリシャさん好きなんだよ。いや好きだよ。買っちゃいねえよ。そんなもん言われたら好きだよ。そりゃオリシャさんめっちゃついてるよ。オリシャさんめっちゃついてる。21だって最低31倍だもん。いやそれはなぜかと言ったら、そのまこっちゃんのエンジンがえぐいぐらい出てるねって言ってた時に、やっぱり同じまこっちゃんが乗ってたわけですよ。でぶっちぎりで優勝して、そのまこっちゃんが優勝したエンジンに乗った、また次の人も優勝して、でも 95% には足りてない。1が勝つ率だったら 95% って言ってもいいのかもしれない。お？でも江戸川だから、あ嘘だろおいっていうのは、これ1は来るべ。さすがに俺今日これ見に来たまであるからね。あ前節前前節で優勝モーターで、前前節総合優勝してる浜崎さんの11レース予選特選で。じゃあここでマキシマムスイング出るってこと？まあまあ、ただ次もちょっと楽しみなんだよね、次のレース。わかった。もう大詰めに差し掛かってるわけだしね今日も。もう知りません。結局だって現状176本行かれてるわけだもん。そんなに17万よ。ああ。え？ああ、え？そんなもん。あのちょっと俺金銭感覚おかしくなってるもん。17万って言ってるかそれ。17万6千。って言ってる？言ってないよ。え？何ぬるいって言いたい。え？喧嘩売ってんの？いや売ってないけど。いやいや別にやるなら買うけど。17万6千円ってそんな言ってるか。だって俺さっきのレースで11万いってんだよ。だってさっきのレース11万買ってるよ俺。ああ、なんかすごい勇気出る。何を言ってんのかなと思って。だからやっぱ一緒に来るべきだねやっぱ、来るべき人はねやっぱこういう人よ。一緒にさらになんかこう上をぶっ飛んでいく人。オリシタさんとの完全合体作戦完成いたしました。今日の水面はもうやはり外が仕事できないんです。結果もうここなんですね。123124 2万円、これがまあ十何倍ついてますんで、ここは2万円でいきました。で、そこじゃない時にかなりうまいんですよ。1324、1423、ここを全部1万円でいきました。だから合計8万入れてますけども、こういうことなんだな今日は。今日の江戸川のやり口見てるともうこの辺以外に考えられないんで大丈夫だと思います。はい、最終レースを前にサクッと当てたいところなんですけど、意外とボーナスレースなのかな。理由は1号艇の浜崎選手のモーターがいい、あと1号艇いいで、まあ今日の前走ですね、浜崎さんの非常にこう突っかかって調子に乗った感じで行きましたけど、あれはまあ目をつぶっておいて、まあウイチさんから1号艇が1着に来る割合は 95% あるだろうというところの言葉も引き出せたんで、1頭で行きたいと。で2着は何かというと、まあ12っていうのがまあ A2 が並んでますし、 A2 クラスが並んでますし、 1-2 っていうのが大本線だとは思うんですけど、2コースに入った時の2号艇の選手の成績があまりよろしくないんですね。なので入って3着までだろうとなると、その外側の3号艇4号艇、非常に江戸川での3コース4コース入った時の入着率が高いんですよ。なので1314それぞれ全全と流して1万円ずつという、ちょっと振ろうかなと思ったんですけど、オッズがねまた曖昧なんですね。20倍から80倍ぐらいなんですよ全て。なのでまあ
最終レースに向けてしっかりと4速をキープしたまま一気のこの7速に入れるためのしっかり的中レースという感じになりました。これはねだいぶ当たるんじゃないですか。どうすか、ね、全然あるで美味しいんですよ、オッズ的にも。でと考えたんですね、1万円じゃなくて3万円ずつ行こうかなと。ただにしてはちょっとまだ早いだろう。最終レース取ってこその貴族船は完成となりますので応援してください。どこ行きました？13-0、14-0、もう初志貫徹でいいですね、うん、僕は1-2-3-4、1-2-3-1-2-4に2万2万、123124に2万2万。あらどうしたの今日、そういう日だから 10.7 倍、どっちもそうで1324、1423に1万1万、1324だから合計8万です。あらららら、振りましたね。これだから当たって一発逆転もあるし半分ぐらい取り戻すところもあるっていう感じの買い方で最終レースにつなぐ一戦、うんうんうん、予選特選の11レースです。新入員から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。ほぼ横一線のスイートラインになりました。折下さん1番へと向かっていきます。1番浜崎の陰線です。2番折下差し構えです。3番の二橋が中をついていきまして、さらに内側からは4番品田の差し入ってきまして、いいよ、5番ないよ、取りました。2番手に3番の二橋がなく5番の道昌が3番手です。その後ろ4番の品田、6番の品田、25.5倍、2番の折下スタートは前提正常でした。折下さん一緒にマーク、トップ旋回は1番の浜崎、2番手3番の二橋が回ってきます。3番手5はないよ、5名と折り返してきました。5番の土壌の内側には6番の庄司がいるんですが、5番の土壌がわずかに前しかし、もうミスるないでいいぞ、丁寧にね、後ろ見てる場合じゃないよ。3番ミスター折り下、3番手6番の庄司が先に回っていきます。回しての差し、ミスター5番折り下壁になった感じなんですけれども、それでも5と6やり合わない。2番どこいる、1-3-6でいいよ、もう思い切っていっちゃおう、思い切っていっちゃおう、思い切っていっちゃおう。その後ろ2番折り下と4番下での並走です。あんまり勝ち合っても1-3-4はつかないからな。折り下さん6番庄司を突き放しまして、やっぱり噛み合わねえよ。1番、3番、5番の体制で競馬を通過していきまして、レースは最終周回へと入っていきます。1-3-5か、よしよし、オッケー、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。折下さん B じゃん、1番、3番、5番の体制で最終ターンマークへとレースは移っていきます。折下さん B じゃん、あーこれまあまあまあ、よしよし、トップで最終ターンマークをクリアしていきます。マジで噛み合わねえよ。5番の土壌正也3番手です。1番、3番、5番、まもなくゴールを迎えていきます。オッケー、2押し切ります。1番の浜崎今ゴールイン、2番手3番に走り、3番手5番の土壌ゴールイン、25万、まあ十分ですね、うん、さあ終わる見せるぞ。行くぞ。25万取ってどうなったの？ん？トータル。プラス？トータルはマイナスかな？まだ全然マイナスってこと？全然マイナス。ただ今までだったらここで50万円負けてるから俺。だからむしろ40万円ぐらい勝ってますわ今。そうね。だから40万円いけるってことでしょ？ってことになっちゃう。うん、計算上そうなる。計算上そうなる、そうなる。お前ら1000万見てろよ。大丈夫？ただね、この12レースがさ、オッズがつかないんですよ。まあね、あの江戸川で G1 も勝ってる西山選手の陰線だということ、あと3号艇の岡崎選手、まあみんな上手です、みんな上手です。これ厄介ですよ。まあ1331が売れるところなのかなというのもありますけど、あの遠藤恵美ちゃんも江戸川では2コースからも優勝してますし、上手な上にまあ女子のその
ね、身軽さを生かしてスピード差しがあってもいいかなっていう。4号艇佐藤大輔選手のみチルト1度、6号艇若林選手 0.5 度、2人は江戸川をよく分かっている。おい、これもう震えてきたぞ、負けすぎて。これもう3回目でしょ、うん、まだあんだよ。俺だって今日勝ってるよ、40万ぐらい勝ってる計算だけど。それはもうあなたのあれね、うん、うん、あなたはもうミラクルだからいいね。今日全然勝ってるよ。頭の中もうコスモで渦巻いちゃってる。もうコスモスが渦巻いちゃってるかもしれないね。いいよな、負けてても25万手にしてると全然気持ち楽だもんな。負け額俺の半分だもんな。言うてたけど20万ぐらいでしょ今負け。25。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。ちょっと1000万は無理だな。気持ち悪い。今回は1000万は無理だ。森下さん、まだ森下さんのこと言ってる。今日どうした今日。ちょっと今日おかしいね。いやいやいや、やっぱりリズムがつかめてないのよ。リズムが一個も当たんないなんて久々だから。12レースですが、4号艇の佐藤選手、江戸川でもまあマクリアというかね、チルと跳ねて伸び一発で仕掛ける選手として有名なんですが、今回もチルと一度に跳ねて、やる気満々、展示タイムも出ておりました。なので、展開を作る、レースを作る選手は佐藤選手だというふうに思っております。ただそうは言っても、3号艇岡崎選手スタートも早いですし、ね、SG 常連の腕前ではもう群を抜いて、この中では西山選手ともう双璧をなすトップ、2トップですから、そこを叩き切ることはそうそうできないんじゃないかと。それを叩こうとするとどうなりますか。最近流行ってますよ、里台が叩きに行く、遅れながらもやらせないやらせない、押されて押されて、なんとヤス君がまくり切るという。それがこちらです。3-1前1万円、岡崎選手のまくりは佐藤大輔選手が押してくれることも手伝って、一気にまくり切る 3-1 前。そして西山選手が普通に逃げた場合、これ6号艇にやはりスーパーグレートゴールキーパーがいますんで 1-3-6、 ここド本線です、2万円。そして最後、もう一つ狙いがあります。里台がまくり切ってしまった場合、まくり切った場合ですね、これ5号艇の君島選手が、桑原先生も押してました、足はこの中で一番いいと。で、里台がまくり切った場合には膨らみますので、そこをまくり出す君島選手からの展開ということで 5-4前 5-6前、これを全部5000円で買ってます。合計で10万円いきました。これを負けるとちょっともう膝が震えて震えてか笑ってか分かんないですけど、帰りちょっとどうやって帰ろうかなっていう感じになってまいりました。なんとか当たってほしい。とにかく里台が展開を作ってくれることを切に願っております。お願いします。ついにですね、帯というものを見れる時が来たようでございます。まずですね、1号艇3号艇福岡から来た A1 選手2人が目立ってるんですけれども、3番の選手はちょっと、さっきのレース見てもあんま調子よくないな。なのでもう1頭バーンと行きました。ただ2号艇の遠藤恵美さん、女子選手なんですけど A1の選手ですね、すごく気になってるので、彼女が来ても大丈夫なような買い方をまずしておきました。1-2-2-1前、こちら5000円ずつです、ね、
でこれで、女子選手は行っちゃうと思う、誰も追いつけないっていう軽さがあるんで、遠藤由美さんが来る場合は1着まであるっていう、だから 2-1 も抑えてあるという感じです。そして、本戦でございますけれども、こちらでございます。1号艇頭のシゴロボックスです。1号艇頭の2着3着シゴロボックス、145、145、154、156、164、165、それぞれ4万円ずつと、あ、4万円、165と164だけ2万円ずつで、なんとこの買い方、どれが来ても帯です。どれが来ても帯です。1頭にもかかわらず、これは来たろ、来たろということで、応援してください。なんかさ、4万円ずつっていうのが聞こえたんだけど一応、まあ24万円買いました、このレース。ほう、帯チャレンジですから、我々はやっぱりこれ帯取りに来てますので。なるほど、最終レースでこの形を俺は待ち望んでいた、はい、そしてみんなも待ち望んでいた。なるほどなるほど、うん、ただね、145僕買う時27倍ついてたんですよ。ここ4万円いったんですけど、はいはい、今なんと20倍まで落ちちゃった、申し訳ない。で慌てて買いに行こうとしたら閉まっちゃって、ほんとここ来ちゃったらごめんって感じ。僕も帯がないわけではないです。542が200倍ついてるんで、うん、5000持ってます。562、563、564でも帯です。枠なり3対3の進入体系です。里田行け。進入ラインから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。行くんじゃないか。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。5コースから5番の君島踏み込んでしまいました。嘘でしょ。大切にお持ちください。角から4番佐藤がまくって、5番君島がまくり出して、おい、君島も立て直したんですけれども、お知らせです。いやお知らせいたします。5番の君島、5番君島フライング変換欠場です。5番に関する投票権すべて変換になります。この後仕掛けないの、大切にお持ちください。もう416じゃないですか、これ。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。角からまくってきました。4番の佐藤が2周回目先頭、そして2番手なんですけれども、1番西山に対して内側から6番の若林でレースを2周回目1マークに入ります。西1マーク、2番手争いは外から1番の西山が叩いてきました。その内側を3番の岡崎がくるっと回っていく、一気に1番の西山、再び2番手、そして3手審査、4手審査、6番の若林が3番手です。現在の体勢は4号から5、4までちょっと見えてもいいかなぐらいまでは言ってたけどな。間違えて1まくんねえかな。まくったら大変なんだけど、ちょっと離れすぎやで。もう何してくれたんねん、まあ、俺24万使ってんだね。もう何してくれてんの、まあ、狙いはでも割ってたな。狙いは割ってたよ。なおこのレースは5番の君島フライング変換決勝になります。5番に関する投票権変換です。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。君島最後のバックスイッチ入ってきます。3番手争いになるかどうか。3番の岡崎1走目に続いて追い上げの形になって、6番若林の内側まで入ってきました。最終端マークに移ります。前は4番1番です。4番の佐藤に1番の西山、最終端マーククリアしてきます。3番手ですが内側突っ張りました。3番の岡崎が先に回ってきます。うまいな。6番は端マーク避ける格好になりまして、逆転3番手、3番岡崎まもなくゴールです。前は独走4番佐藤ゴールイン、2番手に1番西山、3番手が3番の岡崎。いてえなー、なんてこったい。今回の貴族船はこれで終了となりますけど、元気ないね。元気出してこいよ、ほら元気出してこい、元気出してこい。、うん、まあまあな、俺より負けてるからな。俺より負けるって結構まあまあやばいな。いや大丈夫大丈夫、でも、うん、やっぱ狙ってるところはあながちな感じは今日はずっとあったんで、うん、次回以降ご期待いただきたいと思います。これは期待してほしいですね、うん、いつか何かやらかすよ。常に期待は持てると思うんでね。俺はちょっと本当今回惜しかったよね。はい。
次回以降ぜひご期待いただきたいと思います。今回はこの辺でお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。